BMW X3 です。結構汚れてます。そもそも妻が車を洗わないので。リアも同じぐらい汚れてます。こんにちは、ジャパニーズドライバー藤本です。今回は皆さんよくご存知のドイツ車のブレーキダスト問題です。とにかくドイツ車のホイールはすごく汚れます。あんまり乗らないのでそんなには汚れてないんですけど、やっぱり汚いです。フロントでリアですけど、やっぱり汚れています。ポルシェパナメーラ 4S、汚れてます。でリア、あ、汚れてると言っても程度問題で、この間洗車したんですけどホイールは洗いませんでした。邪魔臭いからです。BMW 335i のホイールも結構汚れます。まだちょっとこましなのは少し前に洗ったからですが、それでもやっぱりこのように汚れてきます。こましと言っても汚いです。洗うのは邪魔臭いです。ポルシェ 944S2、 あまり乗ってないんですけどそれでも汚れてます。フロントで、リアも当然それなりに汚れてます。まだマシな方です。出張中の息子のアウディ TT です。もともとがちょっと渋い色なのでブレーキダストついていますけども、あまり目立ちません。こういう色なのかと思うような感じです。ポルシェボクスターのこのホイールは内側が黒く塗られているのでブレーキダストがあまり目立ちません。どちらかというと白っぽいホコリの方が目立ちます。ブレーキダストが目立ちにくいからということで、あまり洗っていませんが、田植え前のシーズンで田んぼを耕す人が多いので土ぼこりがついています。私自身はこのホイールデザインが気に入ってはいません。 NA ロードスター、普通に自然に汚れている汚れであってブレーキダストの汚れじゃないです。リアも同じです。多少汚れはありますけれども、スズキスペーシアカスタム、なるほど、汚れが目立ちにくいホイールになっています。でも見た感じブレーキダストの汚れはないと思います。そしてフロント、こっちも同じですね。特に目立った汚れはないんですけど、単に汚れてます。ホンダのフリード、ホイールキャップの向こうに鉄筋が見えますね。ホイール鉄筋かなこれ、ダストの目立ちはない、目立ちはないです。リアも同じ、ブレーキダストらしいものはないです。先日神戸のポートアイランドであった結婚式に出席するためにパナメーラでホンダフリードに乗っている女性、スズキスペーシアに乗っている女性、そして処刑ライダーのような格好をしてスクーターに乗って通勤してくれる女性の合計4名でパナメーラに乗り合わせました。その道中で先行車両が右折のために止まった時に私のブレーキを踏むタイミングが少し遅かったのをフリードに乗っている女性に指摘されました。確かに自分でも一瞬ブレーキを踏むのが遅いなと思ったんですが、
自分が普段乗っている車だとどの車でも十分に泊まれるタイミングでした。フリードに乗る前は、ケイのデイズに乗っていた彼女からすれば、私のブレーキを踏むタイミングがすごく遅いと感じるようです。そしてスイフトスポーツから RX8 に乗り換えた彼女の旦那も、やはりブレーキを踏むタイミングが遅いと感じるようです。スポーツカーに乗っている人間、あるいはブレーキがよく効く車に乗っている人は、やはりブレーキを踏むタイミングが若干遅いように感じられるようです。私もレンタカーでコンパクトカーを借りたりするときは、少しブレーキを早めに踏みます。そして彼女に対してはこういう話をしました。こういうパナメーラのような車は、コーナーをブレーキを踏まずにも余裕を持って回ることができる。これはミニバンや軽に乗っている人にはわからない感覚です。加えてドイツ車はブレーキダストがひどいので、なるべくブレーキを踏みたくはない。と話した後で、やはり同乗者が乗っている時には早めにブレーキを踏んでゆっくり止まってあげるべきだったと反省しました。私の妻も長らくミニバンに乗っていたので、私のブレーキを踏むタイミングが遅いと感じるようで、いつも指摘されます。ただしその妻も X3 に乗り換えてからはブレーキが効くことをよくわかるようになってきたので、タイミングについてはあまり言わなくなりましたけれども、X3 のホイールの汚れを見ると、彼女は頻繁にブレーキを踏んでいるのだと思います。私としては頻繁にブレーキを踏むのではなく、アクセルを戻す回数を多くすればいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。ドイツ車のブレーキダストに対しては、低ダストブレーキパッドに変えるということはよく知られていることですけれども、私が低ダストブレーキパッドに交換しないのは、ネットで調べると出てくるディーラーに入庫を断られるんじゃないかや保証が受けられなくなるということではなく、交換するとなると7台分になってしまうということと、交換が邪魔くさいということ、そしていつもピカピカにしていたいと思っていないことなどがあります。汚れが気になってきたら洗えばいいやんと思っているわけです。ですので今のところこのままダストまみれのホイールで続行です。こういうところは至って大雑把な性格なので幸せもんです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ご覧いただいている映像は瀬戸大橋を渡っている時のものです。パナメーラのエアコンのガスが抜けてしまっていて、エアコンが効かなかったので妻が熱い熱いと文句を言っていました。これからもこのチャンネルでは、車好き同士がたわいもない車談義をしているような動画を上げていきたいと思いますので、お気軽にコメントしてくだされば幸いです。